アキレウスと戦うメムノオン。その両側に、両者の母である女神テティスト、エーオース。紀元前510年頃のアッティカのアンフォーラ型容器。ミュンヘン、修立古代美術博物館所蔵。メムノオンは、ギリシア神話に登場する人物である。長母音を省略してメムノンとも表記される。女神、エーオースとティートーノスの子で、エーマティオーンと兄弟。エティオピアの王。 このエティオピアは、現在のエチオピアとする説と、現在のイスラエル、ヨルダン、エジプトの一部を含み、ヤッファを落とした、フェニキアの王国とする説がある。アキレウスと互角に渡り合うほどの実力を持つ。トロイア戦争で、メムノオンは、エティオピア軍を率いて、トロイアの援軍にやってくる。彼の武器は、ヘイパイストス政策の完全武装。戦闘でアンティロコスを殺すが、 復讐に燃えるアキレウスによって殺される。共に、女神の血を引く二人の戦いは、天上の神々さえも注目させる、激しいものとなった。二柱の女神の単眼に当惑したゼウスは、アキレウスとメムノウンとの二人の運命を天秤にかけたところ、メムノウンの皿が沈んだ。このメムノウンの死は、パトロクロスを殺したことで、アキレウスに復讐され、殺されたトロイア王子。 ヘクトールの話と似ている。死後、ゼウスは、エオースの涙に、心動かされ、メムノオンに、不死性を与える。メムノオンの物語は失われた、ジョジシ、アイテオピスに描かれていた。それを元にしたスミュルナの、コイントスの、トロイア戦記にもメムノオンの死は描かれている。ありがとうございます。